一度今日の第10試合です。スーパーファイトスーパーライト級65kgリミット3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、年末の65キロ世界トーナメントに向けての大事な一戦になります。青コーナーイ・ソンヒョン、赤コーナーが中野亮太です。この放送の解説も引き続き中村拓海さん、元ライズスーパーフェザー級暫定王者カズマさん、第8代ライズバンタム級王者大崎幸喜選手、そしてゲストとして志田ねねさんに入っていただきます。実況は小出明です。第1ラウンドが始まりました。先ほどは白鳥大輝が見事1ラウンド KO 勝ち。さあ年末に向けてという試金石になります。風間さん、はい、ここからはこの後の試合もそうなんですが、本当に痺れる戦いが続いていますね。はい、まあ、前回今回再戦なんですけど、前回 67.5 で戦ってて、それであのバックハンドブローであのイーソンヒョン選手負けてるんですけど、今回65キロということで、まあ、あんま影響ないと思うんですけど、どういった動きに影響があるのか見ていきたいと思います。はい、大崎幸喜選手はどのあたり注目していきますか。そうそう、まあ、前回そのバックハンドブローまでの流れはイーソンヒョン選手の方がまあいい流れはあったんですけど、はい、なんか今回その中野選手の気合の入りようっていう か、うん、なんかすごい覚悟が決まってるなっていうか、なんか見せてくれそうな感じがありますよね。なるほど、中村さんはいかがでしょうか。はい、そうですね、僕もあの前回の試合展開でいうと、やっぱソンヒョンややあのペース握った中でのバックボードの勝ちっていうところ ですけど、はい、僕中野選手前回 の、 あのメイソン選手とった試合すごかったですよね。僕メイソン選手ってかなりこのライズルールですごく強いと思うんですけど、はい、その選手とやっぱ中野選手ああいう試合をして、なんかすごくあの試合でまたレベルが上がったなっていうふうに見て思ったので、今回の試合もあのその延長戦というか、またいいものが見せられるんじゃないかなと思って、あのやっぱこの左フックがすごくいいですよね、中野選手。もうとにかく、はい、やはりこれが見えないところから出てくるというね、はい、でやっぱミドルもちゃんとこうメーターされたり蹴れたりもするんで、はい、まあ、そういうところもしっかりあの見たいですし、まあ、ソンヒョン選手はもうあのもうこの何ですかね、肘なしのキックの一個の形っていうか、はい、ジャブワンツーどんどん前に出て相手削っていくようなスタイルなんで、そこがどうこう試合で噛み合うかっていうか、どういうふうなあの展開になるかがちょっと僕は楽しみですね。中野亮太は前回対戦で宇佐美メイソンと戦いました。非常に痺れる展開だったんですが、宇佐美のバッティングにより途中での判定ということになりまして、引き分けという形になっています。そこからのバックハンドブロー、前回はこのバックハンドブローが綺麗にカウンターではまりました。あれ当たってなくても影響あると思いますね。そうですか、見せるだけでもやっぱ構えちゃうんで、はい、ソンヒョン選手としては、まあ、今のまさにこのような形 で、 そうです、ね、前回はバックアンドブローが綺麗に決まりました。一瞬イ・ソンヒョンがあのハイキックをスウェーした後にバックアンドブローを出してきたというのは中野亮太です。お、今下から蹴り上げました。ちょっとかすった形でしたね。前回の試合メイソン選手との試合の中野選手もそうですけど、なんか思いっきりの良さがついてなんか強くなってますよね、さらに。それはまさに大崎選手が言ったようなこう覚悟というところがね。そうですね、それで動きが一気に良くなったような気がします。一つあるのかもしれませんが、まずは第一ラウンドが終了しました。さあ大崎選手、今じっくりとご覧になっていましたが、どのあたりまず第一ラウンドはこう分析されますか。まあ、お互いまだこう慎重な感じはあるかなと思うんですけど、うん、まあ、中野選手の左フックはやっぱすごいパワーありますし、はい、ミドルをスウェーしてもバックハンドブローが飛んでくるんで、なかなかこうイ・ソンヒョン選手は簡単に避けたからといってこう不用意に踏み込めないんだろうなっていうのはすごい今見てて思いました。中村さん、まあ、はい、あの中野亮太でいうとその左フックであったりあのバックハンドブローにつなぐという一つ形が何パターンか出てきてますもんね。そうですね、まあ、だからそこはでもイ・ソンヒョン選手も警戒はしてると思いますし、結構あの右のハーフキック結構切ってたのが結構良かったなと思うんで、はい、あのソンヒョン選手の方がそれが後半も次のラウンドもどういうふうにこう使っていくのかなって思います。イ・ソンヒョンにはもちろんラウンジムの
コリアンデビルことシャンヒョンリーも今日はセコンドについています。さあこれが第2ラウンドになります、少し両選手ともに積極的になってきたか、距離が近くなってきている。ただ前回と比べてこの再戦では中野選手結構攻められてると思いますね。空間作れてるし、左のジャブだったりフックとかさせられてるんで、思った以上にシャンヒョン選手ああいうパンチですねもらってますし、動きがいいのは中野選手なのかなと前回と比べていくと思います。今の左フックは相打ちのような形になったでしょうか。詰められないような工夫してますよね。プッシングだったりとかジャブだったり細かいフックだったりとかっていうので、よいしょよいしょでミドル、ああいうミドルだったりとかしてガードを固めさせてフック打たせないようにしてる。なるほど。やはりこうイ・ソンヒョンとしてはもうこの体の強さでゴリゴリ前に出てきますからね。もともとやっぱイ・ソンヒョン選手対策して戦うというよりは自分の良さを出して戦うタイプで、はい、今回中野選手がかなり対策してきてるなっていうふうに感じます。中野が先ほどから左のフックを狙ってきています。近い距離、今度は中野がストレート、そのあたりはイ・ソンヒョンもしっかりと見ています。前回と比べて構えすぎちゃってますよね。イ・ソンヒョン選手は警戒すぎちゃってるんで、やっぱトラウマはあると思いますね。前回対戦の動画左打って、どうですか大崎選手、これはちょっと左フック相打ちのような形になってますか。そうですね、お互いタイミング的には同じタイミングなんで、はい、あれは当たった方が取れるような相打ちな左フックですね。まあこの65キロですから、もちろんそのパワーというのは両選手ともにすごいものがあります。右ストレート、しかし左フックで返していく中野、ガードを固めるのはイ・ソンヒョンです。ここも左フック、左回りで打ってきます。中野がプッシュしてハイキック。ソンヒョン選手もうちょいロー蹴っていった方がいいかもしれないですね。少しソンヒョンが受ける形、あのパンチに対してやっぱカウンター狙われちゃってるんで、左フックのもっと下散らしていった方がいいかもしれないです。中野もミドルを打ってきます。じわりじわりと距離を詰めていこうというのはイ・ソンヒョン、ジャブで距離を確認する。ラスト30秒、ハーフを狙ってくるのはイ・ソンヒョン、ミドルを合わせる、もう一度ミドルだ、左フック、中野が前に出る、中野の左フック狙いはですね、ソンヒョン選手は右に対して左フック合わせてますね全部。なるほど、バックロー、この形です。しかしここはしっかりと対策ができているのはイ・ソンヒョン。今のもあっでしょうか、少し当たったようには見えましたが、成功はなさそうです。さあ試合再開、ボディでいく、膝を合わせる。さあ中村さん、はい、だいぶ距離が近くなってきたようには見えましたが、いかがでしょうか。う、ね、結構もう消耗、削り合いっていうか、はい、ソンヒョン選手は右のカーフとローと、あとボディーブローから、この左の相打ちは結構タイミング良くてちょっと効いたかなと思ったんですけど、そこからまだ出てきましたし、まあ、中野選手も中野選手でやっぱりあのパンチの左フックと、あとは膝とか結構そこ、ここは本当ちょうどぐらいのタイミングですね、はいはい、だからそのお互い多分しんどい3ラウンドになると思うんで、そこでどうこう踏ん張り切れるかみたいな、ちょっと展開になりそうな予感がします。志田さん、はい、非常に痺れる展開ですね。痺れますね、やっぱ前回と体重も違うっていうことから、戦いやすさも違うんですかね、お互い。ヤーマン選手、さらにはその65キロ世界トーナメントに出場します。原口健人選手もリングサイドから見つめます。その枠にどちらが入ってくるか、少しピッチを上げてきた両者、左フックに右ストレートを合わせますね、磯野選手。中野の左フックに対して右のストレートということでいいですかね、はい、プッシュしていく、バックロー、また来た。しかしここはガード対策はしっかりしているという磯野選手。中野はやはりあの左のフックを狙っていきたいのか、ただやっぱ右を狙われるとやっぱ不要に打てないですよね、左フック。イ・ソンヒョン陣営はそのような形で、まあ、ここもストレート綺麗に入ってくる。
ました。下から突き上げた。すごい音しましたね。ちょっと春日さん鈍い音がしましたね。そうですね。バキャーとは言ったんですけど、はい、そこまで影響なさそうです。中野も返していきます。ただガードをがっちりと固めているのはイーサンソン。一発で倒しきる力が両選手ともにあります。フィアック痺れる展開です。痺れますね。徐々に徐々に杉本選手の圧力が強まってきてるのかなというふうに思いますけど、ただ中野選手よいしょよいしょで左フックですね、カウント入ってるんで、はい、さらには右のローを入れてきます。あのミドルから右ストレートまでは中野選手つなぎたいですね。入ると思います。結構左の右で腫れてますよ、中野選手。さっきのアッパーなんですかね。やっぱりあの相当な音がしましたよね。ちょっと中野の顔面が腫れているようにも見えますが、ただこれが第3ラウンドです。ジャブで刺してくる、右ストレート。ちょっとぐらついたか中野。やっぱあそこまでの超至近距離だとソンヒョン選手の上手のように感じますね。さあ1分切りました。右ストレートが当たる距離だと強いです。左フックを振っていく中野。ここもイーソンヒョンのストレート右が入ってきます。タイミングがちょっと合ってますよね。右のそしてボディです。綺麗に合わせてくる。そして右ストレート、やはりこれだ。少し中野が見えていないか。中野は左右のフックを振ってくる。あの中野選手の左のガードが疲れてきてかだんだん下がってきてるんですよね。なので右のストレートが当たりやすくなってますね。そしてローです。あとローのチラシもいいですね。もう一度ローいくかというところ。そして右ストレートをかけてきた。下がってるのは中野選手。そして今度はイーソンヒョン左のボディ。これで中野の少しガードが落ちてくるわけですね。ここでゴングです。この3ラウンドでかかったですね。やはり中野かなり腫れてますね。右目ですね。あの腫れ方下手すると眼科って言ってるかもしれないですね。そうですか。異常な腫れ方なんでちょっとドクター見てもらった方がいいかもしれないです。さっきのやはりあのアッパーの突き上げの時ですかね。かもしれないですね。結構バキャっていう音だったんで、ですよね、折れたような音だったんですよ、はい、もしかしたらそれかもしれないです。すごい音が響き渡りましたが、ただそこから中村さん、はい、あのイソニョの右ストレート綺麗に入ってきましたね。そうですね。やっぱあの右ストレートが武器で、やっぱそこ当てるための技のチラシがすごく今日は特に3ラウンドは良かったと思いますね。それでは集計結果をお知らせいたします。さあ判定に入ります。ジャッジ小川30対29青イーソンヒョン、ジャッジ豊永29対29ドロー、ジャッジ明30対29割れた青イーソンヒョン、イーソンヒョンに2票です。以上2対0の判定をもちまして勝者ソンヒョン。お聞きいただいたように1人が29対29、2人のジャッジが30対29、2対0、イソンヒョン判定勝ち。これで今後また正式発表があるでしょうが、おそらくこのイソンヒョンが65キロ世界トーナメントへの切符を掴んだということになります。大崎さん、やはりあの最後のラウンドというふうに考えていいんですかね。そうです、まあ、はい、3ラウンド目取っていそうな選手でしたね、はい、加藤さんはこの一戦全体を振り返っていかがだったでしょうか。まあ、1ラウンド目やっぱ中野選手うまいな、距離の取り方うまいな、左うまいなと思ったんですけど、やっぱ削り合いになるといいソンヒョン選手が上だったということで、まあ、戦績的にも今回中野選手に勝ちましたし、白鳥選手にもイソンヒョン選手勝ってるんですよ。そうですね。これは文句なしのトーナメント参戦でいいかなとは思います。この後正式な発表がされる予定にはなりますが、イーソンヒョンがこのライズ側から名前を連ねることになるでしょう。12月21日に行われます65キログラムの世界トーナメント、これはライズ側から4人、そしてグローリー側から4人という形、ワンデーで行われます。皆さんこんばんは。
오늘샤느낀거지만아직많이멀은것같습니다 아직뭐실력이멀은것같습니다まだあの実力としてはまだまだかなと思っています하지만일본분들이응원해주시면더강해질수있을것같습니다아しかし日本の皆様が応援してくださったらもっと強くなれると思います많이응원해주세요たくさんの応援お願いしますありがとうございました今一度盛大な拍手をお願いいたします原口選手もご覧のようにリングサイドから見つめます今回の一戦に関してはなかなか自身の中でも納得のいかないようなそんなコメントには感じられましたがさあ中村さん、はい、これで枠が徐々に埋まり始めましたねそうですね、はい、まあ、今日はそのソン・ヨン選手削り合いの中で見せるこうなんか細かいこうきめ細かな技術っていうのがすごく目立ちましたねやっぱこういうやっぱ強いやっぱこういうところ持った選手っていうのがやっぱこう一つ上に行くんだなっていうのをちょっと感じましたねそうですか、うん